こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日、ご紹介したいのはこちらの、エトボスとこちらウカのスカルプブラシを置いておくためのホルダーですね。そちらをワイヤーで、簡単に作れる方法をご紹介したいと思います。こちらのスカルプブラシ、シャンプーの際にね、マッサージするととっても気持ちがいいんですね。ただこれね、置いておくのにちょっとね、吊り下げたりできないので、それでワイヤーでね、ホルダーができないかと思って考えてみました。そして今日はね、簡単に作れるようにシンプルなものをね、作り方をご紹介したいと思います。これね、こんな感じで下げることができますのでね、はい、使う材料はアルミワイヤーの 3mm 60cm になります。ワイヤーは伸ばすときにね、ヨレヨレってなってしまいますと、もうね、ラインが汚くなってしまいますので、伸ばし方のコツをね、ご覧いただけるように概要欄にね、動画のリンクを貼ってありますので、どうぞご覧ください。それでは作っていきたいと思います。ワイヤーの端と端をこのようにね、先端合わせます。そして右手に持っているワイヤーを手前に重ねます。そして直径が 6.8 センチの筒状のものにこのようにね、真ん中を沿わせます。そして両方がね、同じぐらいにこう余るようにね、しっかり沿わせてください。そしたらちょっとね、こう立ち上げます。そして、ね、横向きにして上側と下側を押さえます。で、今一度ね、ちょっとこうちょっと沿わせるようにして、このぐらいの角度に開きますね。そしたらここから6センチ分ねじっていきます。6センチですね、はい。そしたらこう、ね、180度に開いておきます。で、今ね、このようになっているワイヤーを筒にこう沿わせて90度立ち上げておきます。テーブルでテーブルに押さえて、はい、そして一度ね、テーブルに押さえてこうしっかり90度にしておきますね。次にここにね、フックを引っ掛ける輪っかを作っていきます。この大きさは、ご自分のね、フックがかかる大きさで大丈夫ですので、こうペンなどをね、こう当てまして、それでまたこれも沿わせますね。で、これも、こうね、正面から見たときに、左上に流れている方が手前ですね。そのように合わせを取ります。はい、そして、2回。ねじりますね。そしたらねじり終わりから5センチでカットします。はい、そしたら先端からですね、渦巻きをしていきます。これで出来上がりですね。ね、フックに下げてもらって、このようにね、こちらでしたら、こんな風に下げることができますね。はい、こちらは簡単に作れるバージョンですけれども、もうちょっとおしゃれにね、かけたいっていう方には、こちらのデザインで、
レッスンを行っています。こんな感じでね、ちょっとこうデザインが入るととてもね素敵な感じに使っていただけるので、なんかこうねテンションが上がりますよね。こちらのねレッスンでは、初めての方でも綺麗に仕上がるように、このね実物大の型紙に合わせて作る方法で作っていきますし、そしてこのねねじりも綺麗にねじる方法をレッスンではお伝えしています。それからもしね完成品が欲しいという方には、協会のオンラインショップから購入いただくこともできます。よかったら概要欄をご覧ください。こちらのチャンネルでは、ワイヤークラフトの情報やその他皆様のお役に立てるような情報を発信しております。よろしければいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。